どうもペカリマンです。ということでジャグラー特備4連戦3日目イジンさん笹塚に来ております。笹塚特備2日連続の2日目ということで、昨日はちょっともう半端なかったんでクソ度回収、もうさすがに一応出しますけど、はい、前ジャグやばいよなこれ。多分1台も高設定入ってないんじゃないかな。てかジャグラー全体で見てもアイムに1台入ってたぐらいで、それも5000ゲームも回されてないから、6000ゲーム以上回されてるやつで合算120の台が一つもないっていうね、やばい状態になってたんで、まあでも2日連続特備っていうので今日出せばまあ許します。はい、ってことでまあ狙い台前ジャグの角になんですけど、抽選行ってきました。はい、積もりました。ただ角にはギリギリ9番が一番狙われやすいんで、9番でもいやー取れるかどうかなっていう、まあ角にか、まあ、ど真ん中の300か、昨日打った297番ワンチャン、それまあそんな感じでちょっとやっていきたいと思います。食べます。全然回んない。3プッシュで80回転で、ガックンしませんでした。ってことはもう終わりです。はい。いやー、角に座ったけど。いやー、ダメそう。今の店長、角にそんななんか入れないイメージなんだよ。角に。6でも1100分の1とかね、200ゲーム以内に2回引いてんだよそれ。全然設定に関係ない。めっちゃ薄いところを2回引いてる。今帰るのが一番いい。ただブドウがいいんだよな。またブドウで惑わせてくる。さっきもクレジット内70ゲーム回って、今も98、96とか回ったから、おかしい。またわかんない。いやでもないでしょ、絶対ないわ。でチェリーで今3分の1ぐらいでピカってるから超上振れてる。今帰るのが一番いい。1000ゲーム回しましたけど、まだ生き残ってるわ。いやなんか謎に生き残ってるよね。チェリー重複5回来てんだけど。だって設定6でも500分の1だよチェリー重複。それ今200分の1なんだよ。でまだ1000ゲームで単独ビッグ1個も引けてないからね。設定1でも400分の1とかだ。それ1000ハマりしてるから。いやーどうなんだろう。ブドウは 5.4 ですね。チェリーもそんな悪くない。もうまたなんか中間っぽいけど、
まあ1万円使うまでわからないっていう俺の論を信じて、今その論だけで、まあ、言ってる感じですけど、うん、まあ多分すぐ飲まれるよこれ。ゲーム、いやーチェリーで当たりすぎてるから全然判別ができない。まあでもチェリーも設定差多少あるにはあるけど、うーん、単レグが謎レグを2つを単レグとしても500分の1だから、まあでも多分あの謎レグは単レグでいいと思う。じゃなかったらちょっとチェリー重複が多すぎるから、まあまだ投資が4プッシュ4000円分なんで、まあまあまあずっと持ってはいるけど、であとねハマりが300ハマり以上がまだ1回もないから、それもちょっといいところではある。まだちょっとこれはまた中間っぽいよね。昨日も最初はすごいいい台が何個かあったんですけど、最終的にまあプラマイゼロに行った感じなん で今日もそんな感じ、6っぽい感じのやつは1、2台ぐらいしかないですね。いやこれはちょっと、もういやもうさすがに今回でチョダマ換金全部換金はしないけど、次でもう3度裏切られたらもうメッセになっちゃうんで。てか今日も原口さんなんか途中から来て100分の1でファンキーもう2000枚ぐらい出してる。どういうこと、どういうこと。
神崎 M ずーっとうねうねしてる。タンレグはもう謎レグを全部タンレグに数えています。はい、それでも500分の1。ただチェリー引けすぎてる。チェリー重複が圧倒的に6の倍ぐらい引けてるんで、ブドウが、5.5 圧倒的で、未だにまだ3000ゲーム回して300以上のハマり1回もありません。それがちょっとまだ粘れる要因かなと、ブドウとそれね、300以上ハマり出してきたらちょっともうあれだよねっていう。そんなストライクなく打ててるけど、ただもうちょいなんか5、6年ぐらいの大波1回ぐらい味わいたいよね。重複で持ってくれてたっていうだけだよ。本来高設定だったら単独ボーナスとかでつなぎつつチェリー重複ついに動き出した。気づいたぞ、自分ができること。初めてだって、ビッグの連チャン一回もなかったからね今まで。いきなり600余りした瞬間にビッグ4連でプラマイゼロ、今プラマイゼロの状態まで戻しました。いや、こっからもう多分ダイはビッグ連チャンできることを自分で気づいたんで、ここから多分流れ変わると思うけど、でも今ちょうど100ゲーム過ぎて連チャン終わって、こっからどうなるかですね。さすがに帰りました。投資552枚
回収558枚。プラス6枚。耐えたんじゃない？で、耐えたでしょ。で、今回、設定判別ツール、ちゃんと、単独レギュラーとか、細かく入れて出すやつやってみたところ、こちら。まあ、2が一番強い。1か2みたいな。あって3かなぐらいの。まあ、やめた理由としては、単独レギュラー、設定1以下。で、ブドウも、ずっと良かったんですけど、連チャンしてたあたりから下がり出して、結局 5.8 まで下がりました。設定2と3の間ぐらい。まあ一番大きいやめたポイントは、隣にまたメシシューハイエナさんがね、来てしまって。トリッキーすぎる。なんで人間からなんか飯の匂いがすげーしてくるの？気持ち悪いんだけど。その人が来ちゃって、でまあ俺の二つ先に結構いい感じの4、5、6はあるなっていう台があったんで、多分そこを狙って多分ダメな台一応打っとこうみたいな感じの来ちゃって、もうちょっとでもプラスにやったらもう帰ろうと思って。でも6枚プラスにやったんで、ビッグ引いて一応3ゲームだけ回して終わりました。まあ多分昨日の感じだよね。上がる気が、兆しが全く見えない。まあでも、ハマりも600ハマり1回だけで、それ以外全部300以内に当たってたのがちょっと気になったけど、それ以外が、まあチェリーとかで光ってくれたのがまあ救いだよね。だから、それ、チェリー、まあ、9月初日、特定日は、プラス6枚、勝利です。いや、これ価値ある勝利だと思うよ。ああ、ほんま、ほぼ引き分けみたいなもんだけど。よく現金投資したよな。2000円。なんか、粘りが最近出てきてる。まあ、いい方向に多分行ってるよ、粘りが。そんな強くないで、まあ重要なのはここですよ。こっから今日のマイジャグの感じどうだったのかと、まあ、ジャグラ全体もまあ昨日よりは圧倒的にいいのか分かんない。ここから後半戦あるんで、昨日も6だな、小ゼ67みたいな前半うわいいなっていう台が最終的にもう100合算140とか150ぐらいになってたんで、ね、だからここまではまあ昨日と一緒でしょ。だからこっからどうなるかそれで見極めます。今日もし最終データダメだった場合、まああと1回チャンスあげよう。次の11日特定日にもジャグラー手抜いてたらもうチョメダル全部。ネギ切る。2分。はい、まずシャンタン端1、まあ、小さじ1、ゴマラー油ラストです。ありがとうございました。豆板醤ほんの少しこんぐらい結構辛めです、これ。準備は整った。あ、そうだ。今日すげえもらいましたね。物資を。飲み物物資。あざす。ただ俺、エナジードリンク飲まないんで。すいません。めっちゃ、多分年に数回は飲むんですけど、その時までちょっと、いただきます。取っときます。これ結構いいですよ。これがやばい。やばいからマジで。負けた日は、上飲酒で我慢しようぜ。これもオフ会の時にいただいたやつです。これも、このウィルキンソンも、物資でいただいたやつです。はい。
本当にね、この無職の体は視聴者で9割できております。ありがとうございます。今日も感謝、視聴者に感謝いただきます。今日も昼食ってねえからでもう10時です。10時半、朝のあれだけ昨日と同じです。この生活はマジで精神的にやばいね。自律神経がおかしくない。まだね、治んないんだろうね。なんかグラッてくるみたいに言ってたじゃん。あれ徐々にこう少なくなりつつあったんだけど、やっぱね、昨日のマイジャグ、このずーっとうねうねして最後の誰か我慢してたやつ、あれ打ってる途中マジで気絶っていうかぶっ倒れそうになるなりやるやつがね。基本グラッてくるのは数時間に一回来るか来ないかなんですよ。ただなんかその昨日はね、グラッグラッってなんか2連続で来たりとかしてたからやばいの、マジやばい今日のまあ10時半なんで、もう俺の代どうなったのか。あい、すごい上がってる。嘘でしょ、すご、え、画算122になってる。1500枚出てる。嘘でしょ、どういうこと。30ペカの3でやめたんだ。で、まあ、あ、でも、まあ、よかったよかった。あの、その後、うわ、やば。その後342ゲームまでハマって、で、そっから、22、15、37、51、63、51、19。7連してる。まあ、このほぼだ、これだよね。ほぼこの7連で、ぐわーっていった感じじゃん。で、そっから231、80、189、57、257、250、80っていう感じですね。マジっすかって感じじゃない。いや、でも、高設定要素あった。いや、ジャグラー、ね、ちゃんと設定判別とかして、なんかカチカチくんとか使ってやってる人だったらまあ、わかると思うけど。いや、あれ、まあ、あったとするなら、途中まで300以内のあたりでずっと3000ゲームまで来てたっていう、600余りする前。それ、くらいだよね。だって、タンレグもないし、ブドウも、ブドウもだからずっと最、4000近くまで 5.5 とかだったから、まあ、その2つと、あと、俺がいつもよく言ってる1万5000円尽きるまでは上がる可能性あるよっていう、高設定の可能性あるよっていう、それまで1万2000円までしか使ってなかったんで、ひよってやめちゃったのかな俺。いやー、でもあれは高設定要素は低すぎるからな、マジで。まあでもこの連、いや本当に台に嫌われてるな、この台に嫌われてるわ俺。嫌われてたんだ今日は。いただきます。マジでうまいからこれ。ではあるけど、まあでも、いや間違ってなかっただからやっぱ後半伸びるなみたいな思ったけど、別にたまたまだから、その最初にガーってあの連チャン来て、俺が打ってた期間のずっとうねうねが続いて、で最後に600ハマりするみたいな、そういうあの可能性も全然あったから、たまたまああいう感じになったけど、でも後半伸びるグラフが多い、やたら多い気がするんだよ。まあ、そんなこともないか別に。最初上がってる、ずっとうねうねする台も全然あるか。あるよ。何でもありえるからな。いや、むずい。だからこそ面白い。
食べちゃう。食べちゃうんだよね。まずチーズね。はい、卵入れます。はい、でちょっと投入して、これだけだとちょっとね、食物繊維、ね、お尻のことを考えて食物繊維を、はい、一杯投入します。はい、できてるよね。もうね、できてるよね。できすぎているね。全部いっちゃっても大丈夫です。卵がすごい、まだ潰れてないっていうのはすごいよね。いただきます。あ、ご飯いくよね。はい、卵もタイミング卵をとろりとろり、